っている選手はみんな美しいのでそこを見てほしいです。戦っている姿って、はい、走っている姿、頑張っている姿、今はもう目の前にあることを一生懸命やっているという感じです。先行逃げ切りで優勝することを目標に頑張ってます。これは練習用なんですけど、本番用のがピンクピンクのシューズカバーはあんまりないですね。自分で作るぐらいしか。これは東京支部で作ったものを配られたやつ着てるだけです。あ、そうなの、ね、はい、個人でみんな作ってたりします、ジャージ。そうですね、一緒の時は、まあ、朝練でみんなと一緒にやる時もありますし、午後来て2人でやって掛け合ったりとか、スケジュールは広くはもうバッチリ決まってるので、私はもう手をかく着て朝練してって感じです。もうその男子選手の足をついて一周やったりとかです。毎回一緒なので。そこは、はい、顔ちっちゃくない朝倉さん。まだちっちゃくしてんの、聞いてんの、お前もうちょい入ってんの。なんでよもう15年ぐらいですかね、15年、はい。そうですね、ひろことは全く逆のタイプで、基礎体力がものすごい高いなと思って、はい。あとペダリングがものすごい綺麗なんで、その点見たときびっくりしました。やっぱり1周以上風を切って逃げ切るっていうのが、やっぱ高子のレーススタイルだし、見てて気持ちいいし、男子で言えばまあ、2周風切って逃げ切ってるのと一緒だと思うので、後ろの援護がないので、それを毎回やってるのはやっぱすごいと思うし、でやっぱそれをやるって決めて、やっぱ姉妹ですよね、ひろこも勝ちにこだわるっていうのを決めて、誰に何を言われようがやり続けてるし、高子も積極的に前に出て自分のレースをするっていうのをもう堅くなに決めて、それを貫いてるその2人っていうのは、まあ、正直自分から見てすごいかっこいいなって。あれですか、練習か何か。練習ノートにしてます、手帳なんですけど、1日1ページにして、競争のやつとかを貼って作戦練って結果書いてってやってます。作戦的には決まってるんですけど、いつもでもこんな人がいるからここを気をつけようとか考えます。今日の私服も可愛い。私服じゃないんですか、これ。私服じゃないジャージガールズの子たちって本当みんな可愛くて、なんか美意識高い、高い人多いですね、うん、私日焼けは絶対しないようにしてて、いつもマスクしてサングラスしてやってます、夏でもで、夏でも長袖長ズボンでやって日焼けしたくない。みんなここで焼けるんですよ、レーサーパンツ焼け。そっかそっか。で、黒白みたいな、絶対嫌めちゃでかいですね。すごいでかいバーベキューは久しぶりですじゃあ休日もこんな感じで過ごすんですか。もうずっと家にいます寝てばっかなんですけど、久しぶりに外に出ましたあ、アパレル関係の仕事してました。販売員してました。姉が自転車競技やってたので、で競輪学校入るってなって一緒にやろうってなりました。でまあ仕事辞めたいって言ってたんで、その時にまあじゃあ一緒にみたいな感じでした。うん、面白そうと思いました。あとやっぱ仕事しててなんか成果が認められないってのがすごい嫌で、その競輪だったら自分が頑張ったらその分なんだろう、努力でその結果が出るっていうのがすごい魅力的に思ったんで、うん、肉食ですか。肉食ですあ、でも私野菜大好きで。あ、そうなんだ。野菜がないと嫌だあの塊一人でもいけるぐらいなんで。あ、全然いけます
あと筋肉量がめっちゃアップして太ももはもちろんなんですけど、私上半身もすごくて、みんなに背中すごいなんかバキバキっていうか背中なんだろう、あ、お風呂みんなで入ったりするときに、なんかすごいって言われました。顔隠したら男だねみたいな。なんか練習が楽しければどんどん強くなる感じがあります。今はみんなとの練習が楽しいですし、あとはやっぱお客さんに喜んでもらえることが一番ですね。なんか最近日本酒飲みたい欲がすごいあって、この間弥彦開催行った時にめっちゃ可愛くないですか。それで日本酒まだ飲めてないんですけど、忙しくて、これで日本酒飲むのが今ちょっと楽しみです。結構本読むんですか。最近も結構読んでます。私一番好きなのが星の王子様なんか小学生の時に読んで、なんか深いなと思ったぐらいだったんですけど、最近読んだら号泣しました哲学だなって思いました。で、哲学で私もともとこういうの好きで一番大切なことは目に見えないんですよ深い